どうもチーズボーイですとろーりチーズボーイが作った作ってないでしょ <laughs> 無線チーズラの竹田くんが作ってくれた <laughs>、えー、タイトル考えてなかったわチーズ料理こちらですババンい美味しそうですね玉ねぎとツナにカレー粉まぶして上にとろけるチーズが、はい、非常に香りはめちゃくちゃいいですねじゃあちょっと食べてみたいと思いますいただきますいいですねチーズがねとろけてておいちー めちちゃくちゃおいチーズそしてピリ辛おいチーズツナが効いてるおいチーズ玉ねぎの食感おいチーズ取り乱してしまいましたおい <laughs> しいですね <laughs> ありがとうございます味がねやっぱりあのツナにもついてるからちょっと濃いめなんですよでこのカレーがピリッとねしてるんですけどチーズがあるからそこまで辛さも感じないといいますか玉ねぎの食感いいですね香りも味わって香りも来ましてうんうま お店とかで食べたことなない味ですねなんかこう居酒屋さんとかやないんで普通にあっても美味しいあってもおかしくないメニューなのにないんで新鮮にうん食感もチーズもカレーもツナも全部が楽しめる四味一体の美味しいおつまみチーズ料理になってます、えー、皆さんチーズボーイが作ったこのおつまみ作ってないでしょ <laughs> ぜひ皆さんもまねしてみてくださいマジでおいチーズですバイバイ武田ありがとう